やばいんだけど。これ終わったか？これでもデスモダスは生きる可能性あるな。下に落ちたか？いや完全にこいてたな。死ぬはずねえだろぐらいの感じで行っちゃったわ。もうどれ使おうかな。これ使うか。回収して、オッケーオッケー。マジでこいちゃダメ、こいちゃ。こくのだけはダメなんすわ。しっかり掃除していこう。あーやべえ、やべえの来た。あーやべえ、ぼ、あーミスったんだけど。しかも。やめてやめてやめて、こいてないのに、こいてないのに事故りそう。ああと思ったらびっくりした。野生のデスモダスの死体だった。焦ってクライポットから一匹出しちゃったわ。もう割と死にそうだし、でもこいつもやっぱ慣れてないからね。はい、こいつ、目的はこいつなんですよ。銘柄に。あ、まだデスモダスいるじゃん。まだいいんじゃん、お前。いや、まだいいんじゃん。何匹いんの、お前ら。そんなにいたっけ、お前ら。捕まれないように、前に走り、攻撃しながら前に移動する。よし、これでいいだろう。え？倒せた？これが、銘柄にのやつか。あ、そうだ、そうだ。あー、オッケー、オッケー、オッケー。ゲット、ゲット、ゲット。あれ、メガラにはもっといなかったっけ？あ、いる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 。いや、お前じゃねえし。いやー、大変だわ、これ、目的のもの集めんのも。まあ、とりあえず、OK かな？ついでに何が出たか見ておくか。いらねえ！もう両方捨てちゃう。マグマに帰れ。銘柄にはまだいるかな？いますねえ。ついでにこれも取っておこう。いらねえ、両方捨てる。あ、向こうにもあるんだ。知らなかったな。こんなとこにも洞窟クレートが。現物アサルトライフル。まあいらないかな。これは普通のコウモリだな。なんかもう焦ってるとさ、デスモダスなのか普通のコウモリなのかもう分かんなくなりそうで。あ、こんなとこにもルーンあるじゃん。知らんかった。おし、メガラニアの毒は12個になった。1回行っただけでこんだけ取れたらいいな。あと足んないのが、テリジノとメガロドンだ。多分メガロドンは海潜るようになったら一瞬だと思うんだけど、テリジノ地味にめんどくさそうだな。調べた感じ、テリジノはね、未だ僕の未踏の地、ヨトゥンヘイム。めっちゃくちゃ寒いと噂の、ここ。ここが一番いそうな感じなんですよね。全域脇スポットになってるみたいだし。ちょ、やるしかないか。まあまあね、まあまあね、毛皮装備はね、ブループリント出やすいから、揃ってきてるっちゃ揃ってできてるんですよね。だからこれを使って使ってっていうか、これ作って乗り込むか、乗り込むしかないかな。でこれ作っていくには、
怪我は全然足らねえなってなってくると、もうこの子たちの出番がついに来たかな。ちなみに1匹変異して色が黒になってヘルスもちょっと上がりました。羊はね、この際だからちょっと説明させてもらうと、食料値を伸ばすことによって、ハサミで毛を刈った時の再生速度が上がって、体力の量を上げることによって取れる採取率が、採取率っていうか採取できる、ね、肉とか毛の量が増えるんですよ。羊っていう生物はアーク内のね、現実にはどうかちょっと確たることは分かりませんがよーし、ちょっとまずはせっかくだからちょっとハサミ試してみようかな。あんまりハサミで採取したことないんだよね。あーなんだ、大して取れねえなー大してっていうか全然取れねえな、ハサミで。だいたい30、え、今のでなんだ30個取れた。え、これちなみにヘルスに振りまくった状態で増えたりすんのかな、まあ、これで死体から取れる毛とか肉の量はものすごいことになるのは間違いないの。ハサミで取れる羊毛の量はたかが知れてるね。うん、変わんないわ。っていうか1頭から30しか毛取れない。それ考えるとわざわざ食料値伸ばして生え変わりの速度を上げたところでっていう感じがするね。まあやっぱもう体力一択だね。で肉にして、たくさん素材を通ると、ツルハシ、剣をツルハシに持ち替えて、で羊の肉とかの最高効率って何かってプリミティブチェーンソーって言われてるんだよね。あの一番初期のすまんな羊、おら、こうしてこいつを肉焼き器の前に持って行って、まあ試しにあの一番効率いいとされてるこの原始的チェーンソー、これと明光金属ピッケル、これちょっと取れる量を比べてみようかな。さあ1体からまずどんだけ取れるかな、いくよ。こいつそもそもヘルスいくつだ、2881。あ、クロウモリ出た。すげー取れるな。しかし分かっちゃいたけど、え、一体でほんとどんだけ取れるんだよこれあ、またクロウモリ出た。いや、こんな取れたっけってぐらい取れるな。あ、なくなった。とりあえず羊一匹買っただけでもう耐久値が半分以下になったんで、いや半分以下ではないか、半分ぐらいか、修理しとこう。いや、これはなんかもう勝負するまでもなくチェーンソーの勝ちなのではという、勝ちじゃなくても十分だなっていう感じにはなってるな。結果発表、毛皮が約12500、普通の皮が約11400で、マトンが312個取れた。勝負しよう。あ、もう消えた。全然完敗だったな。全然負けてる。めちゃくちゃ負けてる。もう数を数えるまでもなくあからさまに負けてる。ピッケルだとこんなにも差あるんだね。
じゃあ次ギガノトでやってみるか。まあ、絶対チェーンソーのが取れるんだろうなと思いながらも、せっかくだから、ね、試すだけ試しとこう。なんかもう、ああこれだけ支柱に入れて、はい、うん、一瞬で終わったこれで終わった。ピッケルよりも少ない。まあ、これでさ、なんかなんとなく見えてきたのは、攻撃力が低い方がいいっていうところなのかなって感じなんだよね。だからチェーンソーもさ、品質付きじゃなくて原始的なチェーンソーの方がいいって言うんだろうな。ギガノトとか一撃でもう全部体なくなっちゃうもんね、羊の。だから同じピッケルでも原始的なピッケルの方が名工ピッケルよりか取れるんじゃないかな。チェーンソーだと本当にイカれた量が取れるもんね。よしと、クロモリ出た。はいと、で肉は肉で焼きに行こう。そして作るべきはこれなんすよ。